カール・ユーハイム・カール・ヨーゼフ・ビル・ヘルム・ユーハイムは、戦前の日本で活躍したドイツ出身の菓色職人、実業家。第一次世界大戦中に捕虜として連行された、日本に泊まり、兵庫県神戸市に株式会社ユーハイムの前身である、喫茶店、ジャッチ・ハイム S を開店した。日本で初めてバウムクーヘンを作り、マロングラッセを販売した人物として知られる。 1886年12月25日、ドイツ帝国のプロイセン王国ヘッセンナッサン・シュー・カウープ・アムラインで、父・フランツと母・エマの10番目の男子として生まれる。国民学校卒業後にシュトラールズンとの菓子店で、修行をしつつ、夜間職業学校に通った。1908年、菓子店協会の会長に勧められて、ドイツの咀嚼地である。 公衆安咀嚼地の沈倒市でシータスプランベックが経営する喫茶店に就職。1909年、自ら喫茶店、ユーハイムを営業するようになった。株式会社ユーハイムはこの年を創業年と位置づけている。ユーハイムの作るバウムクーヘーンは、本場ドイツの味にそっくりだと評判になった。 数年後結婚相手を探すために帰郷し、1914年春にエリーゼ・アーレンドルフと婚約。同年7月28日に、チンタオ市で挙式した。チンタオの戦いの模様挙式直後の1914年8月1日、ドイツはフランスとロシアに戦線布告し、第一次世界大戦に参戦した。チンタオ市はドイツに戦布告した日本軍の攻撃を受け、 11月7日に陥落。ユーハイムは、非戦闘員であったにもかかわらず、しかも、翌年9月になってから、日本軍の捕虜となり、大阪府大阪市西区南温賀島町千崎にある、大阪府虜収容所へ移送された。収容所の中で、ユーハイムは、ン太オ氏に残した妻とこのことを思い悩む日々を送った。 1917年2月19日、インフルエンザの予防のため、大阪府領収容所に収容されていた捕虜は全員、広島県秋郡、二本島村にある二ノ島県駅所に移送された。1919年3月4日、広島県が二ノ島県駅所のドイツ人捕虜が作った作品の展示即売会を開催することになり、ユーハイムは、 バウムクーヘンなどの菓子を作ることになった。ユーハイムは材料集めに難航したものの、バウムクーヘンを焼くことに成功。広島県物産陳列館にて開催されたドイツ作品展示会で製造販売を行う。このバウムクーヘンが日本で初めて作られたバウムクーヘンとなる。この時ユーハイムは菓子の味を日本人向けにアレンジすることにも成功し、 ユーハイムの作った歌詞は、好調な売れ行きを見せた。カフェ・ユーロップに、勤務1918年11月11日、ドイツは連合国との間に休戦協定を結び、第一次世界大戦は事実上終戦を迎えた。それにより、日本にいた、ドイツ人は捕虜は解放されることになった。解放されたものの大半はドイツへの帰国を希望したが、ハインリヒフロインドリーブや、 アウグストローマイヤーなど日本に残留することを選ぶ者もいた。当初ユーハイムはタ倒市に帰るつもりであったが当地でこれらが流行しているという法に接して断念し日本残留を決めた。ユーハイムは明治屋の社長磯野長蔵が銀座に開店した喫茶店カフェユーロップに採用され聖火部主任の肩書きが与えられた。ユーハイムは妻と息子を チンタオ氏から日本に呼び寄せ、一家はカフェユーロップの3階で暮らすことになった。ユーハイムの作る歌詞は高い評価を得た。最も評価が高かったのはバウムクーヘンで、その他にプラムケーキが品評会で外務大臣賞を獲得したこともある。カフェユーロップの常連客には、サトミトン、13代キネや六6左衛門、カジリュウイチ、 二代目、市川猿之助、クリシマスミコラがいた。なお、カフェユーロップは1923年9月1日に起こった関東大震災により消失した。横浜で EU ハイムを開店1922年2月にカフェユーロップとの契約期間が終わりを迎えた。ユーハイム夫妻が今後の身の振り方を考えていた最中、リンゾンという名のロシア人が 横浜市山下町で経営しているレストランを売りたいと申し出てきた。ユーハイム夫妻が店を視察に訪れたところ客の意が非常に悪く、夫妻はこの話を断ろうとしたが、神の声を聞いたというエリーゼが心変わりし、購入することになった。購入額は3000円で、さらにリンゾンが滞納していた家賃や仕入れ先への支払いを肩代わりするという条件が付けられた。 店の名前は EU ハイムの E に決まり3月7日に開店した。エリーゼは近辺に手頃な価格で昼食を提供する店がないことに着目しドイツ風の軽食も出すことにした。このアイディアが当たり店は大いに繁盛した。神戸へ移りジャッジハイム S を開店関東大震災直後の 横浜しかし1923年9月1日、関東大震災によって、e、EU ハイムは消失し、U ハイムはポケットに入れていた五円札を除く、全財産を失った。U ハイムは、家族と共に、兵庫県明石郡樽見村潮屋の知人の家に身を寄せ、神戸で再起を図ることにした。U ハイムは当初ドアホテルに勤務しようと考えていたが、バレリーナのアンナ・パブロアに、 神戸市神戸区三宮町一丁目309番地の三宮市と呼ばれる三階建ての洋館に店を構えるよう勧められ、救済基金から借りた3000円を元手に三宮市の1階に喫茶店ジャッジハイム S を開店した。当時神戸には外国人が経営する喫茶店がなく、ジャッジハイム S は多くの外国人客で賑わった。開店から一年ほど経つと、 ジャッジハイム S の菓子を仕入れて販売する店も出てくるようになるなど店の経営は順調で大丸神戸店が洋菓子を売り出したり近隣の洋菓子店がユーハイムのバウムクーヘンを模倣した商品を売り出すようになってからも人気が衰えることはなかった。ジャッジハイム S ではバウムクーヘンのほか日本で初めてマロングラッセが販売された。常連客には入江高子 増井密造、小出奈良重などの芸能人、文化人や小川平吉、猿丸吉左衛門、岡崎忠夫など政治家、財界人もいた。谷崎純一郎も、ジャッジハイム S を悲いにした。六甲山、ホテル1937年夏、エリーゼは、ユーハイムの振る舞いに尋常でないものを感じ、ユーハイムを精神病院に入院させることにした。ユーハイムには、病識がなく、 病院からの脱走を繰り返すなど、問題行動を繰り返したため、ドイツに帰国させて、治療を受けさせることにした。数年後、ユーハイムは、病から回復し、日本へ戻ったもの,の明るかった性格は一変し、以前のように働くこともできなくなっていた。さらに1941年に開戦した、太平洋戦争の戦況が悪化するにつれ、物資の不足により、 ガ子を作ろうにも作ることができなくなった。1944年には店舗の賃貸契約を打ち切り、工場だけを稼働させることにした。1945年6月、空襲により工場は機能しなくなり、ユーハイムは家族と共に六甲山にある六甲山ホテルで静養することになった。8月14日午後6時、ユーハイムは ホテルの部屋で椅子に座り、エリーゼと語り合いながら、この世を去った。医師が書いた、死亡診断書によると死因は中部による病死であった。ユーハイムの死に顔は、エリーゼが死ぬことが少しも恐ろしくなくなったと思うほど安らかであったと、いう。体格の大きなユーハイムの遺体を収める棺が見つからず、遺体は、船の骨布で作った袋に入れられ、ダビに付された。 死の直前、ユーハイムは、自分は、間もなく死ぬが、戦争はすぐに終わり、平和が来ると語り、さらに1942年に、ドイツ軍に徴兵された息子、カール・フランツは死んだと断言した。死の翌日に、玉音放送において、ポツダム宣言の受諾が表明され、太平洋戦争は終結した。さらに1947年になり、 カール・フランツが1945年5月6日にウィーンで戦死していたことが判明した。株式会社ユーハイム本社、ビル・ユーハイムの死後、その親族は連合国軍最高司令官総司令部によってドイツに強制送還された。第二次世界大戦中にエリーゼがドイツ婦人会の副会長を務め、かつドイツへ帰国した経験があること、カール・フランツが ドイツ軍に在籍したことが問題視されたためである。1948年10月、かつてジャッジハイム S に勤務していた山口正恵、河村伊佐村3人が同店の復興を目指してニニクミアユーハイム商店を設立。1953年3月にはエリーゼがドイツから戻り、帰国直後から会長に、1961年10月からは、 社長に就任した。エリーゼは死ぬまで日本にいると宣伝し、1971年5月2日に兵庫県神戸市で息を引き取った。ユーハイム夫妻の墓は兵庫県芦屋市の芦屋市霊園にある。ありがとうございます。